去年だっけ、おととしだっけ。あ、何、お疲れ様です。みんなで乾杯しよう。です。混ざりたい。え、去年何？何かあったっけ去年？去年だとか、おととしさ、メライとさ、仕事上がりにさ、来たらさ、いたの。え？え？多分結構前よ。結構前だし。え？もっと前？去年とか、おととしいたの。いた、冬ぐらいマジでいた。で、なんか多分去年ぐらいだよ。で、そのなんで言ってるこの野郎と思いながらも、で、うん、で、なんか私の友達とそいつの友達共通の知り合いが、あ、いちご屋さんね、うん、が、そう思ったよが、離婚だの、どうなのってで、どうだったのみたいな聞かれて、フェイスブックで聞かないからどうだったのって言われて、ちょっと申し訳ないけど、ネタにしちゃったが、全部引き付けた。お前が話す話じゃねえと思いながら後で後悔したけど、まあ、その場を乗り切ると思ってごめんと思って話したんだけどただ、あんなに面白く、おかしく話すはずじゃない。私、お前に対してこんなにウェルカムしてるつもりはないと思ってすごい長くなっちゃったけど、お前にこんなウェルカムしてない。なんか、シャットダウンしてんだからさ本当に闇が深いよ。深い。闇が深すぎる。じゃあもう何されたと思ってるの。笑ってるけどね、俺はね。じゃあ私も笑ってるけど、何されたと思ってんの。闇が深いな。どれだけ世間の女の人を傷つけるか気がついたよ、この人。めっちゃ楽しい。ルール堂々が天使やん。すごいすごい。はーいって感じや。天使うまい。天使好きっすよね。楽しい。そうなんですよ。ダメなんです。気持ちいい。